はい、皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断、第2弾となりました自然堂のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。はい、今日の第2弾、今日のテーマはですね、俳優の竹内涼真さんと、あと女優の、三吉彩花さんの熱愛報道がですね、今日、流れてましたので、お二人の相性診断をですね、生命判断の観点からちょっとしてみたいと思います。特にあの二人から頼まれてるわけではないんですけれども、突然ですが竹内さん、占ってもいいですか？それでは占い結果です、ご覧ください。はい、お待たせいたしました。はい、改めまして YouTube 生命判断第2弾、今回のテーマはですね、熱愛、竹内涼真&三吉彩花ということで、あの基本的にちょっと継承3とかそういうの、あ、なしじゃないね、3になってるね、分かった。はい、まあ、テーマですんでね、あの継承略ですいません。はい、まあ、近頃暗いニュースばかりが続くですね、今日この頃なんですが、やっぱりようやくこうハッピーなニュースが飛び込んでまいりました。やっぱりこういうハッピーなニュースじゃないと占いがいがないというか、なんかね、占っても暗くなっちゃうんで、やっぱりこういう、ハッピーなネタどんどん飛び込んできてほしいかなと思います。まあ、今やですね、若手俳優枠から実力派、一流俳優へとですね、上り詰めました竹内涼真さんと、あと人気急上昇中のスレンダー女優、三吉彩花さんの熱愛報道です。まあ、お二人こんな感じですね。じゃーん、かっこいいですね、二人ともかっこいい。まあ、こちらお写真ちょっとニュースの方からお借りしてきました。はい、簡単にお二人のプロフィールですね。竹内涼真、1993年4月26日生まれ、東京都出身の27歳です。14年にテレビ朝日仮面ライダードライブでブレイク、今年1月期放送の TBS ドラマテセウスの船主演、私も見てました。1m85cm の身長です。背高いですね、血液型 A 型ということで。一方、三吉彩花さん、1996年6月18日生まれ、埼玉県出身の23歳ですね。小3からモデル活動を開始、10年から17年に雑誌セブンティーンの専属モデル、2月公開の映画犬鳴村に主演、身長 1m71cm、 B 型ということですね。 A 型と B 型って相性ね、いろいろ言われてますけれども、私は、まあ、あの生命判断なんで、血液型はとりあえずここでは度外視したいと思います。それよりもこの映画犬鳴村ですね、監督の清水監督、群馬出身でございます。はい、誇らしいですね。はい、前橋なんですけどね。はい、高崎と前橋はあの仲悪いとかなんとか言われてますけれどもね、こういう時はあの一緒になっちゃいます。群馬ですので嬉しいです。はい、しかしびっくりですね、竹内涼真さん身長185センチもあったんですね。しかも三吉彩花さんも171センチなんで、やっぱり日本人女性にしてはかなりの長身と言えます。お二人で街をデートしたら相当目立つんじゃないかなと思いますよね。ちなみに私は三吉彩花さんの作品としてはダンスウィズミーが好きです。まあ、どんな映画かっていうと、まあ、音楽を聴くとついもう踊りたくなっちゃうっていう催眠術をかけられたままストーリーが展開するっていう、とてもコミカルな映画なんですね。ぜひチェックしてみたらいいかなと思います。実は催眠術ということで、私今から多分もう20年ぐらい前に、まあテレビでも活躍されてたその催眠術の先生の講義を受けるというか、なんていうんだ、講習なんていうの、あれ講義だね、聞く機会がありまして、で私の先輩はですね、私の目の前でまんまと催眠術かかってましたんで、やっぱ催眠術ってすごいんだなと思ったんですね。と同時にやっぱりたまにテレビ番組なんかでも今でもそのタレントさんが催眠術かけられたの番組で見たりしますけれども、テレビだとね、はいはい目覚めますよなんつって手叩いてる、こう指パッチンなんかしてね、目覚めてるからいいんだけど、やっぱり皆さんも思ったと思うんですよね、この催眠術かけられたまま放置されちゃったらどうなるんだろうって思ったことあると思うんですよね。それをそのまま映画になっちゃってるんですね。すごく面白いです。で、彩花さんの演技もとても、まあ、コミカルだし美しいしかっこいいし、はい、見てみてください、おすすめです。それではすいません、話脱線しましたが相性診断してみたいと思います。
竹内涼真さんについてはドラマテセウスの船の主演、出演者を特集したコラム、3月ぐらいにですね、アメプロの方で、投稿させていただいたんですけれども、まあ、そちらでちょっとだけ触れたんですが、あのテセウスの船の出演者の皆さんもうすごい大吉揃いだったんですよね。まあ、出演者ごとにですね、こう私あの ランキングじゃないな、一人だけ書いたんだっけな、ごめんなさいね、よく覚えてないけど、まあその皆さんの出演者の方々は大吉なんだよっていうのをここで紹介させていただいてますが、改めてここでもね取り上げてみたいと思います。竹内涼真さん、こちら芸名なんですね。こんな感じで私の方で勝手にですね、こう数字ごとの特徴をこう羅列してるんです、いつも。なので16画の時は必ずこの、キーワード、22画の時は必ずこのキーワードがこう出ますんで、竹内さんだからこう若々しさとかね、竹内涼真さんだからなんかこう運ラッキーとかね、そういうこと書いてるんじゃなくて、これ誰がこの数字持ってもこういう影響になりますよっていうのを、表示してるんですね。例えばなんですけども、ここに酒乱って書いてあったりしますが、お酒とかね、あとはなんだろうな、同じ数字が、まあ胃腸、風邪とか、まあ、風邪なんか誰でも引くんだけど、まあ、腰痛とかですね、こういう特徴って、例えば遺伝でね、腰痛もらったりする場合もあるし、あとは業種でもらったりする場合もあるし、まあ様々だし、この数字持ってるからって言って必ずしもこうなるってわけじゃないんですよね。特にお酒の場合なんかは、もともと、なんだろう、遺伝子的にその DNA、アルコールアレルギーの人なんかもいて、そもそも飲まないとか、あとはまあ、トラウマで飲めなくなっちゃったとかね、そういう人もいますんで、必ずしもじゃないんですけれどもね。羅列してあります。だから竹内涼真さんも必ずしもマザコンってわけじゃないんですけども、非常になりやすい素質を持ってるってことです。そして本名がこちらです。はい、芸名の方は総画32画ですね。超大吉数です。そして本名の方も大吉なんですね。でもここにも胃腸ってある、さっきも胃腸ってありました。あ、腰痛またある、腰痛とか胃腸とかあるんで、あ、胃腸はね、あ、書いてないか、書いてないけど、この22画胃腸の数字でもありますんでね、後で書いておこうかな。はい、こんな感じです。本名の方が、元々の性格っていうのを形成します。で、芸名とか中には一般人の方でも通称名、あとはなんだろう、ビジネスネームとか名乗ってらっしゃる場合は、その場面では、だからこの竹内涼真さんはこの、お仕事の場面ではこちらの芸名が非常に色濃く影響してくると思います。本名がこちらですね。この本名がまあ性格を形成するんですけれども、この21画というのはとてもダンディーでニフル、ちょっと無口なタイプが多いんですけれども、特にこの11画と21画が一緒なので、この11画は言葉足らず、21画がニフルな数字なので、ちょっとこう、まあおとなしめ、性格はおとなしめなんですが、中身はとても強い部分があります。本名も芸名も素晴らしい大吉数なんですね。芸名の32画は月に恵まれてポンポン幸運が転がり込んでくれる七夕ラッキーボーイの超大吉数32画です。最も多くの有名人、著名人、成功者を輩出している超ラッキーな数字です。そして本名の21画はイケメンでダンディーなプレイボーイ数です。言葉少ななニヒルな印象ですが、黙っていてもモテてしまうという大吉数なんですね。続きまして三好彩香さんです。双角は30画です。ちょっとこの太字っていうの、太字にしてある部分のキーワード、この辺が要注意なので、ちょっと太字にしてみました。三好彩香さんの双角30画は一攫千金を夢見るハイリスクハイリターン数という数字です。これ男性が持った場合は、例えばベンチャー系のね、起業家なんかに向いてるんですが、まあ、いい時期と悪い時期とのこの落差がありすぎて、ちょっと非常にアップダウンの激しい人生ストーリーになるかと思います。しかも家庭運に影響する、この、まあ私、名角って呼んでるんですけれども、名前の合計ですね。あやたす花。これが11たす10で21角です。家庭運には、殿様、ダンディ、ニヒルなどという男性的なキーワードが並んでいます。とても男性エネルギーの強烈な数字なので、下げマンランキングワースト3位の数字です。それゆえ、発育不全っていうキーワードもあったりするんですが、これかな？はい、生理不全とかね。発育不全っていうキーワードもあったりするんですが、つまりこれ、いわゆるペチャパイスって言って、体型まで女性らしさが失われて、女性のシンボルであるおっぱいが成長して
くれないんですね。くれにくいっていうかな。もう一つ女性のシンボルといえば子宮もそうなんですよね。だから生理不順っていう先ほどキーワードをお見せしましたけれども、この発育不全とか生理不順っていうキーワード、これらが表面化しちゃうんですね。よくて生理不順、強すぎると子宮がんや卵巣がんの数字ですから、女の子には名付けちゃいけない画数です。覚えておいてください。皆さんの周辺でこれから女の子を出産予定の方はいらっしゃいませんか？大切な女の子にこの21画名付けちゃったりなんかすると、まあ、ペチャパイはね、死ぬ人いないからいいんですけども、子宮がんとか卵巣がんっていうのはね、やっぱり避けなければなりませんので、必ずこういった出産を控えていらっしゃる方や身近にいらっしゃる方は必ず自然とすがってに相談してください。まあ、お問い合わせ、お申し込みはですね、 LINE でのみ受けたまっております。 LINE での占いは5500円 で、このように YouTube 生命判断なら無料で占いをさせていただいております。YouTube チャンネルとはじゃないや、 YouTube 生命判断とはだね、これちょっと後で直してみましょう。さて、三好彩香さんですが、金運21画には豪遊成金というキーワードもあります。すると双角30画の一角千金とミックスしちゃって、この部分の特徴非常に色濃くなってくるんじゃないかなっていう想像がつきます。相性としましては下げ満ランキングワースト3位の殿様数21画を家庭運に持った三好彩香さんなので、よほど男性運の男性運じゃない、よほど強運の男性でないと夫を下げて離婚してしまいやすいというシナリオが待っています。しかしながらですね、竹内涼真さんも本名殿様数21、同じ数字持ってる似た者同士の似た者同士で類友さんなんですね。なのでバランスが釣り合うんです。この2人の場合、相性が合う合わない以前に、三好彩香さん的にはね、この竹内涼真さんのような男性と結ばれてくれないと自分まで不幸になっちゃいますから、ぜひゴールまでたどり着いてほしいカップルです。ちょっとこの殿様数21画っていうのを見てみますね。これ女性が持ってしまうと、このペチャパイ数とか、生理不順、子宮とか卵巣がんの数字だったりするんですが、あとはね、死別なんて書いてありますけれども、これも先ほどなんだ主欄のところでお伝えしましたけども、必ずしもじゃあこの人結婚したら死別しちゃうかっていうとそうじゃなくて、今下でも書いたように、こういう強運の男性同士、男性とね結婚してくれればバランスが釣り合いますんで全然大丈夫ですからね。それに死別なんてね、絶対的にどっちか先に死ぬわけだから、まあね、遅かれ早かれね。だからまああんまりちょっと過激なキーワードですけれども、あんまり深く落胆しないでください。で、そう、この21画ご覧になっていただくと、まあ、豪遊成金とかね、胃腸まではいいとして、発育不全、生理不順、死別なんて書いてあるんですよね。竹内涼真さんのとこどう書いてあったかっていうと、男性の場合この胃腸までは同じなんですが、絶輪数なんですね。ちょっと意味合いが逆っていうか、これ子だくさんとか子宝の、数字だったりします。なので、こういう竹内涼真さんみたいな人と結婚、なるべく早めに結婚して、子宮が健康なうちに、子だくさん数のね、竹内涼真さんから、たくさんいいエネルギーを、もらって、二人の優秀な DNA をですね、日本に残してほしいな、なんて思います。はい。そう、こんな感じで、男性の場合と女性の場合と同じ数字でも、ちょっと意味合いが異なってきたりなんかします。ここにも同じ数字で意味合いが異なってるのありますね。17ね。これ、竹内涼真さん、恋愛運とか体重運のところに、まあ、やんちゃな数字持ってるんですけども、これがですね、まあ、女性には、まあ、意味は同じですけどね、おてんばっていう表記になってたりします。同じ17を持ってますので、彼女もとても気が強いです。で、竹内涼真さんも、非常に気が強い、負けず嫌いな性格同士ですので、こっちはね非常にソフトなんですけども、本質的には本名が影響しますんで、ちょっとまあ喧嘩というか、多いカップルになるとは思うんですけれども、そうは言っても彩香さんは竹内涼真さんを逃しちゃいけないんですね。この人とじゃないと結婚しちゃダメです。本当にどうしてこっちソフトになってるかっていうと、見てもらっていいですか。6偶数4偶数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 ってね、これ全部偶数で9個かな、9個も偶数で揃っちゃってるんですね。普通生命判断画数って偶数奇数偶数奇数奇数偶数奇数とかね、こっちも見てみましょう、奇数偶数奇数偶数とかね、奇数偶数こう奇数と偶数ミックスする、あ、この方は奇数が多いね、より男性的ですね。こんな感じでちょっと偶数が多いとソフトになるんですね。
奇数が多いとちょっと男性的な要素が強くなっちゃうんで、なので、まあ、おてんばとかお殿様の数字とのミックスでやっぱり、うん、かなりね、だからご覧になってもやっぱり彩香さんサバサバしてるっていうかキャピキャピした印象ってないのが分かると思うんですけども、とても内面も外面も男性的な数字、この13っていうのも超男性的なので肉食系なんてありますけれども、結構追う恋愛を好むタイプですね。はい、どこまで読んだっけ、ここまで言って、あ、そうそう、ぜひゴールまでたどり着いてほしいカップルです。仮にですね、竹内涼真さんと彩香さんご結婚されると名字が竹内に変わって彩香ってなるかと思うんですね。これがとてもブラボーな数列なんですね。素晴らしい。はい、読んでいきましょう。しかも結婚して名字が竹内に変わりますと、これまた最高の彩色兼備31画になります。美人長命、美人白命じゃないですよ、美人長命の超大吉数です。大吉をさらに上回る大吉数という意味です。なので三好彩香さん、多分これ今はご覧になってないかもしれないですけども、タグ付けじゃないや、ハッシュタグ入れときますんでね、後でご覧になってください。もし竹内涼真さんを結婚したらじゃないですよ、竹内涼真さんを絶対に手放してはダメです。そして結婚後ももしね、芸能活動を継続されるなら、ちゃんとこの本名になるね、竹内彩香に変えて芸能活動を再開してほしいと思います。今よりもっと安定して伸び率も高い人生ストーリーになってくれます。そしてお二人の赤ちゃん授かった際にはですね、ぜひ自然堂すがって今でご連絡ください。最高の超大、旦那さんも超大吉だし、こうなると竹内彩香さんも、超大吉だし、お子さんも超大吉っていうね、超大吉ファミリーになりますんで、そうなるようにめいめいのアドバイスをさせていただきます。最後になりますが、お二人が結婚するのに適した婚期っていうのがあります。今期は来年結婚、再来年妊娠出産っていうタイミングなんですね。お二人の台本をこう照らし合わせますとね。なのでどうかね、この波逃さないでほしいんですね。来年結婚ってことは、今年度中には2月ぐらいまでには婚約してほしいんです。なんならおめでた婚でもいいと思うんです。この方日吉彩香さん、子宮を悪くしやすいタイプなので、早めに妊娠出産を済ませてほしいんですよね。なのでもうおめでた婚でもいいですから、なるべく早めにですね、婚約、今年婚約、そして来年結婚、再来年には妊娠出産、もう来年出産でも全然 OK です。どんどん今今期の波がお二人に追い風吹かして、で味方してくれてますのでね、どうかこの波を逃さないでください。ぜひ読んでくれるといいな。誰か竹内彩香さんじゃねえ、ごめんなさい、日吉彩香さんじゃない、ごめんなさいね、三好彩香さんご存知の方いたらちょっと教えてあげてください。名前間違えちゃってごめんなさい、本当にその時謝ります。はい、以上です。はい、よいしょ。いかがでしたでしょうか。今回は、竹内涼真さんと、三好彩香さんを相性診断させていただきました。勝手ですがすいません。こんな感じで私占いはですね、ここに文字に起こして、いつでもお店でもそうなんですけど、こうやって一緒にね、こう文字を追いながらこう占ってお伝えしてあげてるんですね。そう、こうやって一緒にね、文字を追いながら占いをお伝えしながら、で最後に質疑応答なんか受けたりなんかして占ってます。ちょっと YouTube 生命判断でも、YouTube はもう配信しっぱなしですけれども、必ず LINE 交換してますんで、LINE 宛てにはですね、きちんと質疑応答を受けたまっておりますんで、ぜひともお申し込みください。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。最後、チャンネル登録よろしくお願いいたします。失礼いたします。